はい、先々な元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、ギネスの、缶と瓶をですね、飲み比べていこうかと思います。そして、ちょっとね、冷凍庫で、だいたい、冷蔵庫に最初入れといて、その後に、冷凍庫でだいたい15分から20分ぐらい冷やしたものとなっております。さあ、どうなる？うわぁ！おい。なんか余計に、デスクトップの画面がめっちゃブエーって吹き、血しぶきを浴びたんだが。あれおかしいな。十分冷えてるはずなんだけど。冷やした。十分冷やしたはずなんだが、どうなっているのか。そして、こちらギネスのエクストラスタウトですね。ですね、リスナーさんによるとですね、こっちの方が、エクストラスタウトの方が美味しいという人が、大多数でして。で、あと、注ぎ方もね、あるらしいんです。サンド注ぎ。3回継ぎっていう方法があって、それをやると、このギネスの、俺が最初、泡がすっげえ、なんか、前飲んだ時ね、すげえ荒いなとかって言ってたんですが、3度継ぎをすることによって、かなりクリーミーになるという噂を聞きました。まあ、実際はどうかは知りません。これ結構ね、時間かかるんだよ、3度継ぎは。3度次は本当に時間かかるんで。うん。このね、エクストラスタウトの方がね、うまいっていう人がね、リスナーさんの中だと、缶より、こっちの缶のやつよりか、うまいっていう人が大多数なんだよね。じゃあ、こっち乾杯。ああ、やっぱこのクリーミーな泡、これよ。これにはもう勝てねえわ。もうこのクリーミーな泡もう出せないでしょ。缶でしか。これほどまでのこの、クリーミーな。3度継ぎでも多分無理だよ、これ。おそらく。うめえ。あ、でもだいぶ冷えてんな。ほんとに。やっぱかなり俺、6時間ぐらい冷やしたもんな。それならなんであれなんだろう。吹いちゃうんだろう。おかしいな。こんぐらいかな。完成です。3度継ぎ、ギネス。エクストラスタウト。まあでも、うん。まあそこそこでもあれだな。そこそこ、うん。クリーミーにはなってる。あ、でもこっちにはかなわないですよ。このクリーミーさには。
では肝心の味はどうですか、ね、いただきます。あれだ。炭酸がこっちの方が明らかに強いんだ。瓶の方が。うん。炭酸がね、強い。あと、苦味が強い。うん。ああ、確かに苦味が強いんだな。うん。でも炭酸、こっちは炭酸強いから、なんかどうしてもこう、なんとなく薄っぽく感じるんだよな。どうしても。うん、でもギネスは、うん。缶のやつは、あれだね。炭酸がほぼ全くないので、ピリピリパン、ピリピリ感が一切ない。うん。で、割と甘めっていうか、うん。ほんのり砂糖を入れたコーヒーを飲んでるような感じ。ああ、でも結構あれだな。エクストラスタートもうまいんだな。ただ結構喉越しがあるんで、あの、コクっていうかその、なんかどうしてもこう炭酸があると、こっちの方が味がまろやかなんだよね。缶の方がね、味がまろやかなんだ。エクストラスタウトの方はあの苦い、苦めで、なおかつ、炭酸の刺激があり、なんか喉越しがいい。うん。せやな。どっちかって言うとやっぱこっちの方がコクがあるかないかって言うと、あれだね。難しいね。うん。でもやっぱ噛んだな。うん。やっぱこの噛んだね。うん。なんかこっちは瓶の方は炭酸が割と強めなんで、なんかこう、こう暑い時にプハーみたいな、こう喉で飲むタイプなんです。でもこっちはもう
マイルドなんで。こう、しっかりとね、口で、味わって、こう、飲むような、感じですね。まあ、あとアルコール度数も違うんですけどね。この缶の方が 0.5%、こっちが 4.5% なんで、瓶が 5% だから、0.5% 違う。でも確かにこっちの方が苦い。なるほどね。でもやっぱり個人的には缶の方がうまいな。この、なんていうかな。この炭酸のこのない、ギネスって感じする。このマイルド感。本当に全然炭酸ねえ。偽のギネスもこんな炭酸なかったっけ？多分偽のギネスはこっち出すんだろうな。このエクストラスタウトを出してるから。おそらく。ギネスのドラフトの方。缶の方は、おそらく、まあ出してないんじゃん。でも、泡のクリーミーさでいくと、やっぱこっちめっちゃ粗いよね。ギネスは、泡だよな。これよ、この、この泡の残り具合。やっぱりね、ギネスはね、噛んでこのクリーミーさを味わわないと、なんか、もったいない。3度継ぎしても大して、まあねって感じ。うん。うん、せやね。まあ、ギネスはやっぱり缶の方が美味しいということが分かった。ということでご視聴ありがとうございました。